ゼップ・ヘルベルガーは、ドイツ・マンハイム出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ドイツサッカーの発展に尽くした、ドイツサッカー海の親と呼ばれる人物である。第二次世界大戦後の後輩の中、指導者の育成に尽力し、デッドマール・クラマーやヘネス・バイスバイラーといった日本に、縁のある人物をはじめ、数多くの指導者を生み出すとともに、多大な影響を与えた。 1919年から地元マンハイムのチームで選手として活動し、1921年からはドイツ代表にも選ばれて3試合に出場2得点を挙げた。現役引退後の1932年、ドイツ代表コーチに就任。1936年のベルリンオリンピックでベスト8入りし、大会終了後に監督に就任。1938年の ワールドカップフランス大会ではベスト16だったが1942年に第二次世界大戦の影響により代表チームの活動を停止した。ナチスドイツ時代には他のスポーツ関係者たちと同様にナチ党に入党しておりベルリンオリンピックにおけるプロパガンダ政策に協力したことで戦後に占領軍から追及を受けた。1949年に ケルン体育大学で指導者養成課程の責任者を務め、1950年、ドイツサッカー協会の国際サッカー連盟復帰が承認され、西ドイツ代表監督の座に戻った。1954年、W ハイスイス大会優勝。この大会では、優勝候補だったハンガリー代表を決勝戦で下し、ベルンの奇跡と称賛された。 1958年のスウェーデン大会4位。1962年のチリ W 杯ではベスト8に入った。1964年に代表監督を辞任。1977年、肺炎により死去。80歳没。ありがとうございます。